はい、おはようございます。まだらちゃんです。久しぶりです。ちょっとこれね、お弁当の箱だけどね。もう終わり？まだらちゃん食べなよ。あ、早朝食べたんだっけね、スリスリね。久しぶりです、まだらちゃん。ね、映すのね、スリスリ。もっと食べたら？せっかくやったんだもん、残っちゃうよ。実はね、ね、まだらちゃん太りましたね。いっぱい食べてるもんね。ほら、まだらちゃんこっち向いて、こっち向いて。うん？まだらちゃんこっち向いて。また余りました。ダメなんだ、アリが来ちゃって。実はこの子がものすごく食べるんですよ、新入りね。ちょっとあまりこの物置状態だから見せらんないんだけど。おい、もうね、我が家のように言いますね。はい、マダラちゃんね、食べたっていうか朝食べたんだよね。ね、マダラちゃんおはよう。しょうがないね。マダラちゃんおはよう。おはようって言ってみな。おはよう。うん、おはようって言ってみな。言えるわけないか。スリスリな。うんね、スリスリしてくれるのはマダラちゃんだけだね。ね、スリスリしてくれるのはね。あら、来た娘。娘食べろ、鍵つけてきたな。どこにいたんだ。んね、どこにいたんだよ娘。日が当たってるから暖かいとこにいたの。ん、あら、また食べ始まった。まだらちゃん、娘来たら食べ始まったよ。取られと思ったのかな。ね、うん、食べればいいよ。私がいとこないんだよね。いつまで逃げてんの。もう何年も経つでしょ。本当にね、娘さんも太ってきたな。いくら食べたいだけ食べてるもんな、私がいない時にな。ね、娘よいしょ。マダラちゃんも健在です、食べてます、よかったです。はいね、娘ね、マダラちゃんはちょこちょこ食べんだよね。ね、ここは自由ですね。うん、食べろよ。ねえ、マダラちゃん、世界岩合さんの世界猫歩きじゃない。そんな大したものじゃないよね、大それたものじゃないね。私の朝のルーティーンね、1匹が2匹に増え、2匹が3匹に増え、でここにね、玄関先にご飯置いとけば、ここの猫がね、ここのこの周辺の猫がね、10匹ぐらいいんのかな、食べに来るんだよね。ね、はい、マダラちゃん今日もよろしくね。ね、夕方もにゃー、ほとんどうちの猫化してますね。ね、マダラちゃん、はい、終わり。